エリコロです。エリコロのダイエット企画。まずは2022年5月16日から5月22日までの体重の記録をご覧ください。64.20、64.10、63.80、64.00、64.40、64.20、64.70。はい、ということで今週の結果はプラス 0.95kg でした。トータルでマイナス 11.00kg です。もう最悪、ほんと最悪。なんかもう何にも言えません。もうほんとダイエッター失格ですね。なんかここで本当はこういろいろ言い訳したいところなんですよ。なんですけど言い訳できないですね。もう本当に運動不足だし、食べ物も思ったよりも気をつけられなかったです。それでいつも見ていただいてる方だとお気づきの方もたくさんいらっしゃるかもしれないんですけど、絶対太ってきてるんですよ。なんか顔が丸くなってきてるんですよね。で、自分の体の体型もちょっと背中とか引き締まってきたなとか、あとお腹周り、気持ちですよ、すっきりしてきてるなっていう実感が結構ずーっとあって、でなのでこう体重が若干減らなかったりしてても頑張ろうって思ってたんですけど、もうですね、なんかエリコロ史上もう最強の危機が訪れてるかもしれない。なんか体全体が太ってきてるっていう感覚が今すごくあります。なのでもう本当にここはですね、反省しなきゃいけないし、やっぱりですね、せっかく筋トレとかし始めててですね、なんか代謝アップに心がけてたんですよ。なのにいきなりやっぱ運動でしなくなっちゃった。なんか外仕事するように、お庭とかですね、畑とかをですね、私北海道の安平町っていうちっちゃな町に住んでてですね、で昨年のちょうど5月に引っ越してきて1年なんですよね。それで今年はですね、ちょっとお庭とか畑をやろうと思って耕したりとかしてたので、家の中で宅トレを結構わりかしやってたんですけど、本当に最近できなくてですね、外で動いてるので結構体力使ってるんだと思ってたんですけど、でもそれ以上に食べているのかもしれないですね。いや、それもあるな、きっと。なんかもうとにかくですね、今日の報告動画はですね、本当にもう反省しかないです。反省しかないので、もう言うことないんですよね。もう頑張らなきゃいけない、気持ち入れ替えて頑張んなきゃいけないです。それでですね、私こちらの毎週の報告動画、水曜日に毎週水曜日にですね上げさせていただいてるんですけれども、食生活 Vlog っていう毎日の食生活とどれだけ運動したかみたいなものをですね、記録として残すためにも毎日毎朝6時に前の日の行動を全部食生活 Vlog っていう動画で上げさせていただいております。でそちらの毎日投稿の方がですね、1年経ちましたのでですね、ここを節目として初心に帰り、改めてですね、頑張っていかなきゃいけないなって、本当に頑張らないといけないなって本当に思います。本当反省です。で、皆さんもですね、たくさん応援していただいたりですね、グッとしていただいたり、もう見ていただいたりして、もうそれを励みに頑張ってたんですけれども、皆さんの応援が無駄にならないように頑張りたいと思います。自分の健康のためにも、皆さんと一緒にですね、こう共感して喜ぶためにもちょっと頑張って痩せたいと思います。もうほんと初心に帰りますね。昔はもっとやる気あったと思う。だからちょっと思い出して、本当に頑張ります。なので、今週はちょっといまいちでしたけれども、来週は少しでもいい報告ができるように過ごしていきたいと思います。はい、そんな感じでですね、先ほどもちょっとお話ししたんですけれども、私はですね、毎日、投稿も行っております。食生活 Vlog というもので、毎朝6時に動画はアップしておりますので、もし気になる方いらっしゃいましたら、見ていただいたりですね。あと、面白いなーってちょっとでも思っていただけましたら、チャンネル登録の方と、あとグッドボタンなんかもしていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。